4戦ぶり28号と3人目の通算500得点達成。ドジャースブルワーズ、日時間7日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手は6日、日時間7日、4どころ地、ブルワーズ戦に1番、指名打者で先発出場。8回の第5打席で4試合ぶりの28号塁打を放った。メジャー通算199塁打で、選手初の通算200号に王で、年間50発ペースとした。日選手3人目となるメジャー通算500得点も達成した。大谷が30歳初アーチをかけた。8回1失からの第5打席で、サワン・ハドソンがカウント0の1から投じた低め、カットボールを捉えた。右中間へ飛距離430フィート、約131メートル、打球速度 109.9 マイル、約 176.9 キロ、角度23度の打った瞬間弾だった。28塁打はリーグダントツで2位のマルセル・オズナ、ブレーブスに誤差とした。直近18試合で11の量産ぶり、豪快弾に4どころ地は大歓声に包まれた。500得点は、イチローの1420、松井秀喜の656に次いで、非選手3人目の快挙だ。30歳の誕生日だった前日5日、同6日の同戦では5打数無安打。4日、同5日のダイヤモンドバックス戦から、自己ワーストの6打席連続三振を喫していた。しかし、この日はきっちりお返しした。第1打席から、四球、三塁打、そして塁打、全打席出塁打。6月は打率、293、99打数29安打、12、塁打、24打点、オプス 1.110 の活躍。7月2日、同3日のダイヤモンドバックス戦では、約132メートルの特大27号を放っており、これで今月は5戦2発となった。この日一発で通算199塁打、日選手未踏の通算200号にも王手をかけた。シーズンの自己最多は2021年の46、年間50発ペースとした大谷はどこまで数字を伸ばしていくだろうか。フルカウント編集部。